皆さんこんにちは、エルザです。今回は今シーズンは無印とトラコラどっち使っていくについて解説をしていきたいと思います。さて、新環境もだいぶ落ち着いてきた頃かなと思いますが、皆さんトラスター使ってますでしょうか？僕自身今シーズンになって完全に武器の傾向が偏ってしまったので、その理由などについても話していきたいと思います。それでは最初はいつも通り普通にプレイした動画を流しますので、解説が気になる人は概要欄から飛んでいってください。それではスタートです。はい、今回もガチャあたりですね。草屋、あー編成的にそうだね、キル取らないとやばそうな感じするね。ウルショもあるからやられたら終わりそう。いやーでもウルショ本当いいね。できるだけ攻め続けたい。降りた、ナイスー。降りたらね。でもそのケルビン嫌だな。あー取れんかった。あ、でも取れた取れた。爆発屋で取れた。そこ奥かー。どう、いけそう見方。いるよね。いるよね。どう、よしよし。結構ラッキーキル取れたな。やばい、味方それはね、味方それは危ない。そっち取る、よし。ごめん味方。あ、それは無理だ。それはね、それはねきつい。いやーそれ飛んでこないで、飛んでこないで。いやーそれ飛んでくるの無理よ。いやーそれはきつい。ほらやばいね、自陣がいつもか危なくなってるね。これちょっとあれだね、 いろいろしないといけないことが多くなりそうだね。どうしよう。いや辛いなーこれ。さあ50入れられた。50かー。いやね、決めるのも大変だけど継続して入れるの大変だからね。よし、これあれかな。あーそうだよな、アサリ持ってこないよな。自分で集める感じになるだろうな。よし、うん集めたね。よう集めたね。逆にはい、こっち気づかれてなかった。でガチアサリ飛んでくる。はい、ケルビンさん、ケルビンさん。あれ死なないのやべえな。あナイス逆転、前張ってよかったねあれね。さあただバレルさんが、あナイス味方、ナイスナイスナイス。バレル落とせるとね個人的に楽だから。いるね。ナイス。むすび飛んでいった方がいいよね。さあどんぐらい入るかな。一旦全部入れて。よし。いやーこれはもうね入れさせてもらって。ほら追加いける、きつい、もう一個、よーし。結構いい押し込みできたね。ちょっと最初心配だったけど。はい、ということでこの試合は終わりなので、解説の本題の方にね入っていきたいなと思います。それでは本題に入っていきます。今回のテーマは今シーズンは無印とトラコラどっちを使っていくということで、正直に使ってる武器の話をしたいと思います。まず結果から言うと無印の方が多用してますね。というのもスペの対策とか味方との連携を考えると、スペサブがとても使い勝手がいいっていうのがあります。しかも新スペの2つは近づけさせないことが重要で、相手の動きを制限していることが大事です。横位置ラッシュだとウル着で破壊なんてこともあり得るので、ちょっと弱いんですよね。でもメガホンなら拘束ができます。
さらに新捨てとも相性がいいんですよね。ネギトロ炭鉱は射程による妨害と高台に入り込む際の索敵とクリアリングが可能となります。外外艇は高低差が激しく敵の動きが見えなくなることが多いため、索敵と妨害での邪魔として貢献度が高いっていうのがありますね。ペアマップのことを考えるとやはり無印の方が相性いいんですよね。ちょっとデコエの強化欲しいなと思うくらいです。また環境というところで言うと、今作はキル力が高いスペシャルが多くなっています。スペでキルが取れるかどうかは試合の流れをつかむ上でかなり重要だと思いますね。特にミラーマッチの場合、弓以外のスペシャルはかなり優遇されています。グルショも追加されましたし、ピュインキの枠も増えました。以前でもきつかったのでかなり辛いなと思いますね。こういった環境の中でスペシャルによるキルや妨害というのはかなり大事な部分となります。こういった点を考えるとどうしても無印を持ってしまうんですよね。特にマップを選ぶとトラコラを使う機会はさらに減るかなと思います。まあ、トラコラは弱いというわけではないんですが、何かと環境的に不遇な状況になってきたなと感じるところですね。さてここまで無印がいいぞと話をしてきましたが、個人的にはトラコラもまだ捨てたもんじゃないと思ってます。というのも、エリアに関してはある程度までなら有効だと考えているからです。まずトラストの枠ですが、どうしてもガチマッチをしているとエリアの塗りというのは起きてしまいます。もちろんルールに勝つためには必要なことなので塗りをしますが、インクの枯渇と敵への攻撃のバランスが難しいんですよね。この点を考えると、スプリンクラーやデコイでエリアの塗りを貢献できることを考えたらトラクラの方がいいなと思います。しかもスプリンクラーをうまく使えれば、その間にメインで攻撃をする時間が確保できますからね。これは無印ではできない強みと言っていいかと思います。この点に関しては個人的にトラコラの方が上だと思ってますね。ただメインのキルやスペシャルによる押し込みが得意なら無印でも十分なのかなと思ったりもしますね。はい、ということでどちらの武器がいいかについては以上となります。ちょっとね、環境的に無印の方がいいのかなと思いますが、まあエリアに関しては、まあ味方とのキルのバランスを見て、まあ、トラコラでもまだいけるんじゃないかなと思ったりもしてますね。では、試合も残り時間ありますので見ていきましょう。さあ、ナイス玉か。やっぱこうやってさ、ハイドラがナイス玉使うと、うん、食っちゃね。死んだよね。で、トリプルトルネードもウルショもあるからさ、相手。で、バリアもあるでしょう。めっちゃアサリ向きの編成だよね。これでキルがどんくらい取れるかとか、押し込み切れるかとか、そのバランスだろうな。あ、ガチアサリ拾おう。あ、ポイズン投げて、前入れて、無理。あ、ナイス。味方ナイスカバー。あー、爆弾無理。それ無理。マジで意地でもジャンプするの大事だよね。はい、シュート。はい、帰ります。あ、これやばい。あー、取ったけど、オーブの無理です。無理です、ごめんなさい。いやー、カバーしたかったけどな。これここで一回耐えるか。いける。おい、それ取る。それは取らないとね、やっぱ弓としてね。こっち当たるかな。よし、取った。マジでこれ取れるし。でもウルショがさ、ウルショきつい。危ない危ない危ない。で、まあここでガチャサリ貯めてスペゲージをね。やっぱさ、スペゲージ貯まるってでかいよね、自動でね。ガチャサリの所持は本当大事だなと思う。この状況で増えるんだもんね。優勢なのにね。はい、そこ置いて、味方が動けるようにして、メガホンも放って、はい、シュート。私は逃げる。で、ポイズンまた投げて。俺絶対敵だったら嫌だもんな。あんなところにポイズン投げられたら。はい、ということで、以上となります。まあ、今回ね、トラコラの使ったシーンはありませんが、エリアに関してはまだ、軍配があるかなと思ってます。ということで、ご視聴ありがとうございました。まだまだスプラン動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。